皆さんこんにちは、マイケルのテトテアベへようこそ。今回の停車駅、山陽阪神の歴史シリーズですね。今回は出屋敷駅でございます。出屋敷、いやーすごいね、すんごい駅名だ、出屋敷って、ちょっと待ってくださいね。ちょっと出ますよ。よいしょ。よいしょ。あーしょ。はい、ということで、1で押さえてました。はい。今回出屋敷駅です。この出屋敷駅もね、ちょっとややこしいんですよね。昔準急が止まっていたっていう話も聞いたことありますでしょうか。はい、確かに朝のラッシュ時だけかな、出屋敷に準急止まるとしたら。準急はね、梅田から須磨田公園までと思ってる方いると思います。もう現在ね、尼崎奈良間だけですけど、昔は、ね、本線走ってました。準急は東須磨までだったんですよね。はい、で東須磨折り返しで梅田まで行ったという感じですね。たまに甲子園行きとか、西宮行きとか、三宮、神戸三宮、元町、高速神戸、新開地行きの準急も、あったかと思われます。始発は見ていきましょう。現在各駅停車しか止まっておりません。5時8分始発、24時36分尼崎行きですね。次は明石姫路方面は4時38分始発、24時32分、始発が新開地行きで終電が石屋川行きと呼びさせていただきます。出屋敷はね、ホーム一帯が屋根付きなんで、西宮駅にそっくりかな、構造はホームの、っていうような感じです。はい、今回はこんな感じで出屋敷駅のね、歴史を語らさせていただきます。ちょっとね、簡単で申し訳ないです。はい、昔ね、準急が止まっていたっていうのをね、覚えておいてください。ということで以上です。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。SNS やってますので、URL 貼っておきます。